えー、それでは34週目の材料に関する見通しをちょっとね考えていこうかと思います。34週目なんですけども、8月の19日から23日までの5日間になっています、えー。まずこの5日間をグルーピングすることなんですけども、月火水というグループと、あと単体で木曜日、そして金曜日という3つのグループに分かれることになります。 え当然ですけども、月火水が最も利益を出しやすい3日間連続で、木曜日、金曜日は単体で動いてますのでね、その日1日ごとに考えなくてはいけません。さあ、どんな事件があって、このようなグルーピングが行われているのかということも込みでお話ししていこうと思います。まず月曜日です。材料は少ないです。ご覧のように、機械受注の前月日が出ますね。 ここは、まあ、いつも通り影響は薄いのかなと思います。機械の受注ってのはどういうことかっていうと、景気が良くって、それぞれの企業がお金を借りてね、経済活動を活性化しようと思うと、やっぱり機械の発注ってのが増えるわけですよ。そういったところから、機械の受注が増えると、これからの生産体制が拡大していくんじゃないかなっていうふうに見通すわけですけども、今回はどうですかね。月曜日は、先月に引き、あ、先週に引き続いてなんですけども、 大きく動いた新しいマーケットについて、えー、若干のね、調整が行われる午前中を見据えながら、午後からエントリーすることになります。ただもう午前中に落ち着きが見られるようであれば、これはそのまんまあレンジオプションから勝負をしてもいいんじゃないかなっていうところですね。で、火曜日には材料がありませんので、月曜日と同じマーケットを引き継ぎます。で、日米には大きな材料ありませんので、 そのまんま水曜日に入っていくわけですよね。貿易統制はあ、大体いつもそこまで大きくチャートには影響しないんですけども、一応ね、8時50分の材料を見ながらやっていくことにしましょう。9時とか9時半からエントリーを始めればいいんじゃないですかね。はい、そして水曜日はそのまま終わるわけですけども、日をまたいで27時、えー、深夜3時になりますけども、木曜日、FOMC がありますね。 ま、ここで9月の利上げですか利下げの発表が改めてあるかもしれません。注目です。そうなると大きく相場が動くことになると思います。それ以外木曜日にはニュースがありませんので、FOMC のニュースとその後の後追い報道だけ気をつけていきましょう。はい。そして木曜日が夜の材料、アメリカからだいぶ出てますね。 はい。この辺も深夜ですけどもね、一応心の中に留めておきましょう。日をまたいで金曜日ですけども、今度は日本です。CPI の発表がありますので、ここは大きく動くことになるんじゃないかなと思いますね。7月の消費者物価指数ですね。注目でございます。で、この動きを見て、金曜日は1週間で最も難易度の高くなる曜日でございますけども、利益が木曜日までに出せた方は、その利益をもって、 金曜日に挑戦すするのもよろしいいいんじゃないかなかと思いますそして、金曜日の深夜、アメリカからの材料の発表、3件でかいのがありますね。これによって、今度は35週の動きっていうのが見えてきます。さあ、ドル円相場、150円に返り咲くのか、それとも、さらに、円高が、まあ、揺り戻されて、148円、147円台の方に行くのか、このあたりちょっと注目していきたいですね。 材料から始まる見通しは以上ですかね。